Spinner。アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード第21回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは大西流ティービバレッジヒストリーです。はい、前回に引き続き紅茶の味な副音声なんですけれども、ご一緒していただくのは私の紅茶師匠こと大西進さんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今回はですね、大西流ティービバレッジヒストリーということで、今世の中にある午後の紅茶ですとか紅茶家電ですとか、いろんなあのペットボトルだったりとかで手軽に買える資生のティーがありますけれども、その歴史をですね、大西進流で大解剖っていうところでお願いしたいと思っているんですけれども、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。一番身近なアイスティーといえば、まあ、コンビニとか自販機で売られてる午後の紅茶だったりとか紅茶家電といったあたりなんじゃないかなと思うんですけど、実は大西さんそのあたりのいわゆる資生のアイスティー市場もしっかりウォッチされているというふうにお聞きしてるんですけど。どうもね、なんかちょっとこう見ると買っちゃうんですよね。自分でアイスティーはもう365日常に持ち歩いてるんですね。ホットとアイス水筒で、ホットとアイスを両方持ってるんですよね。今日も2本あるんですけれども、すごい徹底的、はい、喉の渇きがやっぱ怖いので、もう絶対水分は持ってます。もう恐れすら抱いているという。そうですね。でそのペットボトルとかの飲み物もやっぱり見ると、どんな紅茶なのかな、世の中はどんな紅茶を作り出しているのか、欲しているのかっていうのはやっぱすごく興味があるテーマで、知らずに死ねるかっていうところがそうなんですよ。ペットボトルの紅茶でさえ、はい、もちろんです。してしまって、ね、そこにはやっぱり世の中が反映されてますから。面白い。もう今回もちょっといろいろ文献をねあさりにあさってきましたけれども、これちょっと今ですね、この紙にしたためていただいたティービバレッジ40年史っていう、かっこ無糖紅茶の30年っていう紅茶の大河が今ここに繰り広げられてるんですけれども、いやこのぜひ今日そのお話ししていただきたいなということで、ね、はい、実際に資生のティーの皆さんに来ていただきました。紅茶家電、午後の紅茶、ジャワティー、それから、カルディで買える紅茶なんかも含めまして、ちょっといろいろティービバレッジ史的なものをちょっと飲みながら、はい、そうですね、はい、まずはやっぱりどうですかね、午後の紅茶、はあ、さんですかね、キリンさんのやっぱこうやっぱりっていうのがつくんですかね、午後ティーに対しては。そうですね、まあ、皆さんが午後ティーをどう思われてるかわからないんですけれども、僕の中ではやっぱりこう帝国というか揺るがない存在なんですね。午後ティーキングダム、はい、キングダムなんですよね。でも分かるな。それはもう最初からずっとそうなんです。つけ入る余地のないキングであり続けるんですよね、すごいですね、午後ティーは。はい、ちょっと一杯やってみましょう。はい、じゃあやっぱり午後の紅茶ストレートティーでよろしいですか。ストレートティーで、すごい、シンス1986、35周年って書いてます。そうなんです、こちらのね40周年史にも1986はその今みたいに500のペットではなくて、うんうん、1.5リットルの家庭用から入ったみたいですね。あ、そうなんだ、うん、で実際TB バレッジ無糖のものが始まったのは1980年81年の伊藤園さん、
とサントリーさんがウーロン茶を出してますね。あーそっか、ここから無糖紅茶の歴史が始まりました。サントリーウーロン茶、はい、大好きです。で、あのペットボトルになったっていうところで、はい、紅茶ってアイスティーにすると濁ってしまうことがあるんです。あ、そうなんですか。それはクリームダウンっていうんですけども、あの、まあ、いろんな成分が冷えると白く濁ってしまう、うん、でペットボトルには向かないんですよね、うんうん、なのでなかなか開発が進まなかったと思うんですけれども、キリンさんがクリアアイスティー製法を確立して、なんとこのペットボトルに映えるような透明感あふれるアイスティーを出してるんですよ。そんな特許的な、はい、これは多分本当に大変だったと思います。技術革新があったんだ。1986年、そこから午後の紅茶さんは始まってます。いただきます。いただきましょう。あ、もうすんごい、うわ、ゴゴティーの匂い、うわ、なんかあ、甘非常にね甘いんですよ。うわ、なんか小学校の時 の、うん、あの誕生日会とか思い出します。そうですね、うん、あ、そうだと思います。やっぱりそういうシーンにはこのゴーゴーティーあったはずですから、うん、甘いですよね。でもそれは私たちにとって甘いということで、あの若年層にとってはちょうどいい甘さかもしれないですし、そうですね、本当にこう開かれた商品なのでなかなかいいですよね。さすが、なんか久しぶりに会ったな。そう、昔の友達みたいなね、うんうんうん、そういう感じかもしれないですね。嬉しい。あややの顔もよぎりつつ。そうです、あややさんやってましたね。はい、じゃあやっぱりそうキングダムで入って、はい、ここから始まったんですよね、はいはいはい、ただまあ昔はもっと甘かったと思うんです、うんうんうん、2003年に甘さを抑えてすっきり感を出したっていうところがリニューアルとしてはあるみたいなんですけどね。それでは年表でいうと次の、はい、次ですね。これが無糖紅茶飲料の先駆けと言われるジャワティーストレート、うん、出たジャワティー、はい、ジャワティーはもう私たちにとって本当にこう光というか宝というか、ジャワティーがあったからやってこれたみたいなところがあります。あ、そういう大好きですね。支えとしてのジャワティー。そうなんです。もううん、長くね無糖っていうのはもうなかったですから。そうか、はい、ジャワディって無糖89年からやってらっしゃるんですね。もう最初からなんです。これはやっぱり大塚ホールディングス、はい、大塚さんが、出したんですけれども、何かこの社長がアメリカかどっかに出張に行かれた時にノンアルコールドリンクがいろいろあったというところで、日本にはまあ多分なかったんでしょうね。でウーロン茶の勢いも上がってましたし、そこでテーブルドリンクとしてのお茶、まあ、紅茶というところを無糖無着色無香料でいこうという、めちゃくちゃ本質的じゃないですか。これはびっくりするんですよね。これシンビーノっていう名前ついてるのご存知ですか。これなんかスペイン語で、はい、シンっていうのが、はい、あのウィザウトみたいな、でビーノが、まあ、スペインとかイタリアでのお酒とかアルコールを指すみたいで、つまりそのお酒ではないドリンク、多分シンっていうのが新しいみたいな雰囲気も持ってたと思うんですよね。なのでそれがその最初からこう食事に合わせるための飲み物として立ち上げたと。じゃあ、まあ、ある種今ノンアルコールペアリングとか流行ってますけど、その先駆けでもあった、はい、最初なんです。すごいな。全てはこのジャワティ。いただきます。あ、紅茶なんです。安心感ある、はい、甘くない。わあ、これな、私すごい初めてジャワティ飲んだ時、淡路島の船の上だったんですよ風景が浮かんできますね。そう、小学生の時になんか気持ち悪くなっちゃって、紅茶なんか飲めって言われて、あったのがジャーティーだったんですけど、うん、甘くなくてびっくりして、はい、すっごい大人の味覚だなっていうので今も私の中で。そうですね、やっぱり大人のための、当時もね、大人のための飲み物だったと思います、うん、で本当にびっくりするのが、うん、もうずっと変わってないっていうことですねなんかこういろんな、ね、企業がいろんな形でいろんなお茶を提供してきてるのに、うん、89年から変わらない。変わらないなんかこういろんなこう文献によるとですね、ドリンクの世界は1000に3という言葉があるみたいで、はい、1000個企画して3つ残るかどうかみたいな、はい、はー、なるほど。1の1ですから1分の1ジャワティー。しかもなんか
なんかたまに出会えるじゃないですか。そうなんですよね。そうふと降りた町の自販機にジャワティはいたみたいな、はいはい、その偶然にしの中にしかいない。買おうと思っても買えないです。そうですよね、はい、ジャワティさんのこう提携している自動販売機の場所を知っていないと買えないし。そんなレアキャラか。そうなんですよ。いやだって今回もジャワティ集めるのちょっと苦労しましたもんね。ちょっとね皆さんそのジャワティの存在をちょっと甘く見てみたみたいで、はい、私も含めてね、はい、さっと買えなかったんですよ、はい、でまあネットでね注文するともちろん取れるんですけども、まあ、注意点はこう24本入りっていうところでねそこまでいけるかどうかっていうところがありますね。やっぱジャワティは自分から迎えに行く。そうなんです。もう迎えに行くのいいものどこでも出会えるものではないということですね。あせっかくなのでホワイトも、ホワイトも行きましょうか。私ホワイト飲んだことないかも。すごい綺麗なクリアな色してますね。何茶葉なんだろうねこれは。あー綺麗。おーいい音。うん。何？白。すごい飲みやすい、はい、水に近い。水に近いですね、うん、ただやっぱり印鑑がある。ある少し重みがある。ある。これが白ですね。印鑑？食感の飲むやつ。印鑑って言いませんでしたっけ？印鑑は初耳ですね。あ本当ですか。はい、僕たちの世界でも印鑑、大西はよく言いますね。印鑑がある。印鑑があるっていう飲み応え、飲み口。あ、はい、でも確かになんかコロコロする感じとか、ね、トロトロする感じとかっていうのは印鑑っていうことなんですか。はい、うん。今この2本立てでやってるんですよね。白と赤と。飲みやすい。でもなんか複雑な奏でる感じもありますね。なんかただその食事とね、うん、どんな風に合わせるのかっていうのはやっぱりこうちょっとあれですけどね。ちょっとエキサイティングですね。はい、ただそのジャワティ以前というかジャワティ以降もそうなんですけど、うんうん、飲食店で何かを飲もうとすると、うんうん、ノンアルコールだとコカ・コーラかオレンジジュースかあとはウーロン茶の3つしかなかった時代が長かったので、はい、うんうん、そうですね、そこにちょっと気の利いたお店がジャワティを置くっていうそういうところがありましたね。なるほどね。結構こう飲みやすくていいですね。水じゃないけど今日白の開けようかみたいな。おしゃれです。トレンディーですね。トレンディーいやーちょっとジャワティおすすめしだな。うん、それからそうです。そのでその無糖が始まるんですけれども、うんうん、始まったのは大塚さんだけなんですよ。ジャワティだけなんです。ジャワティだけがただ一人無糖を貫いてるんです、はいはいはい、でその後にはあのコカ・コーラさんの紅茶家電が始まるんです。結構じゃあゴゴティから遅れて10年くらい経ってなんですね。そうですね。86年で92年。あ92年か、うん、で、ロイヤルミルクティーが1995年と。うーん、やっぱねロイヤルミルクティーといえばもう紅茶家電。紅茶家電これはね飲んでた、はい、私たちはもう絶対飲んでるんですよ、うん、これがやっぱり入り口の人多いんじゃないですかね、はあはあ、うん、その紅茶家電のロイヤルミルクティー も,、うん、もうどんどんリニューアルを重ねてですね、うんうんうん、ちょっと本格派になってきていることが今回の調査で分かりました。そうなんですか。今どんな感じに。もともとはですね牛乳を 25% からスタートされてます、はあはあ、それが何度かのリニューアルを経て今や 100% の牛乳でやっております。すごい。これは本当に大きなことで、はあ、例えばドリンクの後ろを見ると、うん、砂糖が一番最初に表示されてるのを見るだけでもうちょっと胃が重たくなる。わかります。あるんですよね、はい、でそんな世界だったものが徐々に変わってきて素材が前に行くようになったんですよね。素晴らしい。でさらにこの牛乳 100% というのはやっぱこう飲み口にすごく影響してくるので、うん、飲んだ後のスッキリ感がやっぱすごくスムーズなんですよね。なので数あるミルクティーの中でもこの紅茶家電のロイヤルミルクティーが好きですね、うん、おすすめいただきました。はい、すいません。ありがとうございます。好みでね、はい、申し訳ないんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、で、そうです。すいません。ミルクティーに行っちゃったんですけれども、はい、この2000年初頭というのが、はい、無糖の緑茶がもう大々的に出た、へもう大ブームが、そうなんだ、来たところなんですよね。はいはいはい。
でその多分その緑茶の大ブームに押されて紅茶飲料の伸び悩みというものがあったらしいです。押され気味でね、はい、甘とても甘いですから、はいはい、紅茶は ね、 そうですね、イメージとしても、うんうん、でそこで甘さを抑えたものが始まるとい う、 そこでやっぱキリンさんゴゴティは見てるんですね、そう塩目をね、しっかり、そうなんです、うん、一番最初に行くんじゃなくてちゃんと市場を確認してから行かれるんだと思います。やっぱ負け知らずですからね。そうですそうです、やっぱ帝国も横綱相撲というかね、あ、なるほどね、勝手に言ってますけどもいやいやファンですから、いやいや僕キリンの、はい、私もファンです、はい、なんかねキリンさんの社風にですね、はい、真面目なエリートとか、はい、チームワークを重んじるっていうのがあるみたいなんですね。真面目なエリート、はい、あと文献読んでたら出てきたんですけどめちゃめちゃ掘ってますね、ありがとうございます。でその辺がやっぱり出てます、あのものづくりに。確かに真面目なエリートって感じする。すごく真面目ですよね、なんか真剣に取り組んでて、うんうん、変わらない姿勢、どんどん商品を出していく、うんうん、はい、そして、はい、この2000年初頭の緑茶の大ブームを経てですね、うんうん、ここに一つゴゴティーが大きく変わる、はい、ことがあるんです、はい、これが2011年、はい、平野さんが20歳ですか、はあ、そうですね、ちょうどその時に、はい、大学生ゴゴティーの美味しい無糖が発表されるんです。美味しい無糖、これ革命でした。あ、今日来てらっしゃって、やっぱなんかオーラが違いますね、やっぱりね、ここの存在、はい、このニーズによって生まれたというんですかね、その、はあ、やっぱり甘いものから、うん、ここに変わってくる、やっぱそのある種の無糖派層の存在を、私はもうここ無糖派層と呼んでますね。あ、じゃあ、まあ、無糖派層開拓されてた時期を超えてゴゴティーがついに、 そうなんです、それでは私がみたいな、満を持して、満を持してただ忘れてはいけないのが、はい、ゴゴティーさんはここに至るまでに何度か無糖を出してるんです。あ、なんですけどもその都度やっぱりおしまいになってるんですね。へー、続くことはなかったんです。そうなんだ、はい、だからただ見てるだけではなくてちゃんと自分たちでも作って出して、はい、結果を見てまだ早いまだ早いまだ早い今だっていうことで、それが2011年なんです。へー、それがねだって今もあるわけですから、はい、これが続いてるんですよ ね、 わけですからね。いただきます。どうですか、甘さがない、甘さがないゴゴティーだ、はい、もうねこれはすごいことなんです。甘けりゃ売れた、うん、そういう時代が多分長かったと思うんです、うんうん、甘みだっていうことで、うん、甘さはうまさだ、うんうん、これがぐっと変わってくるっていうのをここで感じますよね。いや面白いですね、私すごいハマりましたもん、シームと。あ、やっぱりそうですか、うん、ちょうどまあね紅茶を飲む時期と年齢とこう、ね、はい、うまくこう重なったんですかね、うん、そうかもしれないです。うん、でこのキリンさんによる無糖発想、無糖のその紅茶を好む人たちの取り込みがここから本格的にスタートするっていうところを感じました。勉強になるな、やっぱすごいな。ただこの後にとんでもないことが起こるんです。何が起きたんですかこれが、はい、ある一つの商品が私たち、はい、うん、紅茶好き、紅茶を愛してやまない人たちを騒がせたんです。事件が、事件が起きたんです。何ですか。それがですね2012年10月、これは指揮者の中では10月革命と呼ばれていてそうなんだ、あのザ・パンジェンシー、ゴゴティーのね、はい、中のザ・パンジェンシー、パンジェンシーっていうのはもう本当に最高級の紅茶の褒め言葉、うん、テイスティング用語の一つなんですけれども、そのファーストフラッシュダージリンというものが発売されたんです。ザ・パンジェンシー、ファーストフラッシュダージリン、はい、すごい決め技が。そうなんです、こうパッケージ見ていただいてもえ、これ当時のやつですか。これそうです。あ、お持ちいただいてありがとうございますやっぱりね、物があるといいですよね。さすがオニシティミュージアム、はい、うちから持ってまいりました。だって黒いですもん。そうなんですよ、缶が。この時黒っていうのはね、うん、そんなこう高級感を非常に出てますよね、金と黒のね、うん、そして春摘みを表す緑色のライン、うん、はあ、すごい。これがすごいのがですね、はい、このアルミですかね、そのボトル、うん、広口っていうとこなんですね。なるほど。どう飲ませたいか、
もうキンキンに冷やした状態で飲ませたい、うん、そうするとこの金属製のボトルしかありえないわけですよね、うん、さらに喉越しをごくごく活かせたい、うん、香りをどんどん送り込みたい、鼻がここを傾けた時に鼻に入りますから、うんうん、そうすると香りも取れる広口ボトル、これをやったんですよ。中の人ですか？知らないんです、もう全然開発担当者ですか？いやもうただただもう本当に感激してびっくりしたんです。でもちろん大西も甘い紅茶ばかりずっと飲んでましたから、うん、ペットボトルのお茶、うん、そんなでもないな、うん、こう満足するようなものはないのかなって思ってたんですけど、うん、これを飲んでからなんというか態度を改めました。準備はできているんです、彼らの、はい、素晴らしい紅茶を作る準備は全て整ってるんです、うん、なるほど。足りてないのはやっぱりこっち側なんですよ、飲み手側のね、飲み手側のもっとこういうお茶を飲ませてくれ、こういうのをいつも飲みたいっていう、もう市場がやっぱりできてないんですよね。飲み手側が本気でちゃんと向き合ってないから出てこないんですよ。そうか、反省だ。そうなんですよね。でも本当に不可解で、これがなぜできたのかっていうのが、うんうん、やっぱり僕たちの中でもそのまだこう謎に包まれているというか。確かに、どういう経緯でこんなすごい紅茶が。そうなんです、はい、キリンさんってそんなだったっけみたいな、うん、そこまでかなり異端の商品なの で、 そうですよ、ね、引くかなみたいなのがあったんですけども、この背景としては、キリンさんとセブンイレブン限定発売なんです。なるほど。なので2つの王がこう提携を結んでこう出したものなんですよね。もちろん販売力もねありますし、話題性もあるし、ただ本当にこんないいお茶を、うん、なんでいつ誰がなぜやったのか、まあ、2012年の10月なんてキリンさんがやったんですけどそのくらいちょっと謎に包まれた飲み物であることは思ってますね。紅茶史に刻まれるミステリーが、刻まれてます。確実にこれは本当にミステリーに近いですよね。飲んでみたかったな当時、今もないですね、うん、もう今は買えないという、はい、うん、まあ、もちろん開けてもいいんですけども、ね、10年前ですから、はい、どうかなっていう。いや、さすがにちょっとこれはあの保存品ということで、はい、はい、そうなんですよ。なるほどね。でここからやっぱり無糖紅茶は加速していくんですよね。まあ、美味しい無糖が残っているということは、うん、やっぱりニーズがあったっていうところなんですよね。まあ、僕はこのザ・パンジェンシーファーストフラッシュダージリン無糖紅茶突入前夜に咲いた一輪の花と呼んでるんですよ、ね、一輪の花一輪の花、実を結ばなかったんですけどね。ただ、うん、まあ、ここパッと咲いた、はい、うん、もう非常に綺麗なパッと咲いてパッと散るみたいな、わずか5ヶ月だそうです、へ、発売期間。いや、そして私たちはもちろんその後に何が来るんだ、はい、セブンさんとキリンさんは何をやってくれるんだって期待するじゃないですか、うんうん、そこで満を持して出てきたのが2013年12月、うんうん、セブンゴールド金の紅茶。不石だったか、はい、金のシリーズの、金のシリーズの先駆けですね。そこで来たのはアールグレイ無糖です。へー、アールグレイといえば、はい、はい、香りのね、はい、お茶です。うん、そうか、うん、アールグレイ香りのお茶に行っちゃったか、行ったんです。はー、でもここもやっぱり、まあ、もちろん期待していた分、うん、僕たちは次の産地何が来るんだ、うんうん、どこの素晴らしいものが来るんだと思ってたんですけど、そうじゃないと。キリンさんとセブンさんが考えて出したのはアールグレイだったんですよね。そうか、はい、だからメインストリームはやっぱりこのアールグレー。なるほど、ね、でも無糖なんです、無糖なんです、まあ、そこに出したっていうことで多少動揺しましたけどもなるほど、期待してた分ね。なるほどね、はい、はい、そうなんです。なので、まあ、ここがまあちょっと特別だったんだっていうことが分かるわけですね。そしてこの次に来るのが本格的な無糖紅茶時代の幕開け、はい、カルディコーヒーファームさんが2014年夏から発売し始めたネパール、うん、ネパールティー、ネパールのアイスティー、へえ、すごい可愛いパッケージ。そうですね、カルディさんらしさが出てますよね、うん、これ1リットルのものなんですけども、うんうん、これ200円台だったと思います。すごい、初対面、はい、飲んだことないですか？ないです、ないです。嬉しい、素晴らしいお茶ですね。へえ、ありがとうございます。じゃあ
いただきます。おおでしょ、乾杯。これなんですよ。美味しい。これは美味しいんです。え、すごい、ちゃんとベースのあの紅茶の美味しいあの深いところもあるし、香りもあるし、え、嫌なところがない。これは素晴らしいものなんですよ。うわ、これキンキンに冷やして飲みたいですね。そうなんですよ。なんでこんな美味しいんですか、これ。これはネパールのイラムというところのお茶と書いてあるんですけれども、はいはい、ネパールティーっていうのは、うん、知名度こそないんですが、うんうん、その産地的にはこうダージリンの非常に近いところですので、うんうん、なんというか本当に高品質のお茶ができるところなんですよね。ただ知名度がない分お手頃価格で手に入れることができる。紅茶界ではね、ネパールティー非常に評価されてるんですけれども、うん、一般的にはそんなにそういう波は聞いたことないですよね。ないですね。めちゃくちゃいいですよね。よく見つけますね。いや、これはもうチャレンジです。チャレンジ、はい、でカルディさんはアールグレーのアイスティーとその2つが並んでるんですよね。でネパールと思って試したらこれが無香料ですよね、うん、無香料、はい、色もつけてないです。無香料無着色、はい、原材料名紅茶のみのみなんです。気持ちがいいですよね。嘘偽りなし、はい、で、ここにはやっぱり美味しさがある。で僕もちょっと本当に感動して、うん、お客様センターにねメールしました。なぜ伝えるタイプのね、はい、そうなんです、はい、いるぞという、うん、客がいるぞっていうことで、でなぜその無名産地であるイラムティーをまた無香料で無着色で出したのかっていうのを聞いたら、うん、やっぱりもともとの素材がいいのでそれを生かしたかったみたいな返答が来たんですよね。すごいすごい、すごい、すごいしか言ってない。もう本当にもう語彙のなさがね出ちゃうんですけど、出ちゃう出ちゃう。こうずらっと飲んだ中で、うん、2014年カルディからこれが出たっていうのがやっぱりこの歴史のね、長い歴史のつながりをここである種一つね出たんじゃないか、結実したという。いやでもすごい、なんかこの担当者の方の知りたいです ね、 ね、見識と思い切りの良さとね、うん、そうなんですよ、紅茶への愛を非常に感じますけれど、これは相当大変だったと思います。だってネパールティーやりたいって言ってもね、その売れるかどうか分かんないじゃないですか。何ですかって感じですよね、うん、ただやっぱりそのこだわりが実を結んだんでしょうね。これ本当に香りとびっくりしますよね、うん、味わいとともに最高です。おすすめ、絶対これはもうこの夏はみんな冷蔵庫にこれを常備してごくごく飲もうぜって思いました。欲しいですよね、はい、何しろこう僕たちが買えば続きますから。そうですよね、はい、買うことで意思表示していくっていう、はい、いやいいですね。勉強になります、うん、そろそろこれ2000、ね、最近に年表が近づいてきましたけど、この後何か起きたんですか、ね、これがですね、はい、とんでもないことが起こるんですよ。これからとんでもないことが起きる、はいはい、サントリーさんがですね、うん、2017年にプレミアムモーニングティーレモンというのを発表されたんですね、うん、でこの時に透明なレモンティーということで、そんなのあった時期ね、なんか何もかも透明にしようぜみたいな時ありましたね。多分、まあ、僕の知る限りですけれども始まりはこのレモンティーで、そうなんだ、はい、でこれのレモンティーは結構いいじゃんっていう感じだったんですね。そうなんだ。でそれで売れたと思うんです。あ、なるほどね。でその後にミルクティーに手を出したんです。透明とは正反対とも言える白を、はい、透明に、白を透明に、どうして。でこれにはやはりその前段階で、これ調べたら紅茶カテゴリーじゃなくて天然水カテゴリーの商品だったんです。はい、つまり天然水いろいろ桃とかフルーツ出してますよね。そうですね。でヨーグリーナっていうのが爆発的な人気を出したと思うんですよね、うん、そのヨーグリーナで乳製品も俺たちはやれるっていうところで満を持して出したんですけれども、これ結構難しかった、動揺しました、やっぱり私たちを、やっぱ紅茶業界が新刊、はい、で
今残ってないってことは、うん、やっぱり結果そうだったっていうことを歴史が証明しているということなんですよね。ただ誰かが出せば引っ張られるっていうことが分かります。他の他社もね、いろんなものを皆さんクリアにね、透明にした時期があったんですよね。謎の透明旋風が、本当にこれが2017年のすごく大きな出来事だったんじゃないかなと。開発担当者の人たちもなんか辛かったんじゃないですか。もしその、うん、何か透明っていうベクトルじゃない方向に向かってた開発の人がいたら、うん、今は時代は透明なんだから透明やってくれって言われたら、うん、でもやるしかないですよね。会社員ですからね。そうなんですよ。そこはサントリーさんがですね、うん、企業体質として、うん、これもちょっと文献を読んでいたら、はい、あの開拓者精神、はい、でなんかそのやってみなはれっていう社風があるみたいなんですよね、はいはいはい、創業者の言葉でやってみなはれあるんですか。ありますあります。そこがいったのかな。そこにこうイノベーションの透明っていうところが重なって、はい、重なってるんですよね。不思議なことが起きたんですね。起きたんですよ。全てがこうクリア戦争というかね、クリアなところに引っ張られていった1年だったんですよね。ただそのまあ紅茶派として一応こうちゃんとエクスキューズというかね、はい、言っときたいのは、これは紅茶カテゴリーの商品ではなかったっていうことが、なるほど、そこはすごく大事な線引きだと思いますね、うんうんうん、天然水のカテゴリーなるほどだと思います。はいはいはい、はい、なので紅茶として何か言われる言われはないんです、もともと。なるほど、はい、フレーバーの一つなので、うん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 、ただこうティーとかねついちゃうと僕たちは気にしちゃいますから、ざわってざわついたわけですね。ついざわざわしちゃう。なるほど。でその後にガラッと変わってフルーツのお茶、この2018年にクラフティーの紅茶家電からクラフティーオレンジティーが出るわけですね。そっか、フルーツティー来ましたね。ここで来るんだね、フルーツティー。からは僕はこのコカ・コーラさんの作る紅茶家電シリーズのクラフティーってもう非常に美味しいなと思っていて、はい、そうなんだ。私もフルーツティーってなんか香料とかでこうギトギトしたちょっと、ね、はい、化粧っ気のあるお茶なのかなと思ってました、うん、そうですね。違うんですね。違うかどうかはちょっとわからないんですけども、そういうところもあります。そういうところももちろんありますから、ね、飲んでみよう飲んでみよう。めっちゃオレンジの味する。オレンジなんです。ティーがあれですよね、うん、なんかオレンジをこう生かすためのなんかみこしの上にオレンジが乗ってて、ティーがこうやってなんかちゃんと支えてるっていう最後に、うん、紅茶由来の、うん、こう渋みのようなものがあるんですよね、うん、下にありますね。でこのこれはなんだ、この甘みもあるんだけど、うん、案外こうすっきりしているするすると裏を見ると、うん、そこに蜂蜜の存在があるわけですね。蜂蜜で仕上げてるんだ。そうなんです。甘みをこう蜂蜜にしていく。これはそのしっかりとした甘みがあるからこそのオレンジの紅茶の一体感であり、うん、なるほどね。で蜂蜜を使ってるっていうところが、その甘みに対してやっぱりコカ・コーラさんさすがだなっていうところを勝手に感じるわけですね。やっぱ甘みを信用して、はい、甘みを生かして甘みの美味しさを分かっているというか。はなるほど。そうなんですよ、旨味テクニックが、うん、でもちろんいろんな他社さんもね、いろんなフルーツティー出してるんですけども、ね、ゴゴティーさんとかのもあるんですけど、やっぱすごく紅茶を大事にされてるっていうところが先に来ちゃうので。なるほどね。こういう甘みのつけ方は多分されない。面白い。そして蜂蜜を入れるということは、うん、色がちょっとくすみますから。はいはいはい、 そうですね、はい、見てくださいこのゴゴの紅茶の面々を。めちゃくちゃ色がクリアなんです。めちゃくちゃクリア。ゴゴティーはこの辺がやっぱりこうチームワークやっぱ差が何を大事にするかっていうところが、俺たちはクリアシティ製法から来たんだっていうところ、1986年、そこを大事に、そこも大事ずっと多分すごくこだわりがあると思いますね。綺麗っていうところが、色は綺麗、クリアである、クリアである、我々はクリアであるっていう。だから蜂蜜なんか使えないよっていう混ぜ物なんかできないよっていうキングダムの方針。うん、そうですね。へえ、面白い。その勝手にですけどね、うん、もう空想ですけど、ここまで来ると、うん、いろんな会社の思惑というか得意なところとか、これいいじゃないか、やってみながれ、うん、もうそうですけども、
出てるなっていうのなれます、ね、めちゃくちゃ面白い事象ですよね。やっぱなんか逆にその2番手3番手の、はい、こうなんか突飛な、そうなんです、チャレンジがね、チャレンジね、それこそ松屋がシュクメルリを仕掛けてくるような、そうなんです、うん、ね、その吉野家さんはやんないですよ ね、 そこ、そういうことはね、やっぱりそのあるんですよ、挑戦しなきゃいけない理由というか。なるほどね、背負っている、そうなんです、もうなんかそれぞれに違う、やんなければいけない感じますよね、やっぱこういうものを見てね、飲んだりすると非常に勉強になりました、はい、あのちょっとこの TV バレッジ40年史かっこ無糖紅茶の30年史、あのインスタグラムに年表をアップさせていただきますので、皆さんぜひ見ていただけたらなと思います。味な副音声ボイスオブフード、というわけでこんな感じでちょっと第2週目は締めさせていただきたいんですけれども、紅茶の歴史すごかったですね。いやー、自分でこういろんな数々のね文献をこう掘ってつなげていく、これはもう考古学と呼んでいいんじゃないかと自分はですけどね思いました。 TV バレッジ考古学、楽しくこれからもねもうちょっとこう調べていきたいと思います、うん、TV バレッジのタイガを引き続き追いかけていく大西さんがいる限り、はい、まあ、私たち全員がこの歴史の証人であると言えるんじゃないでしょうか一人一人が背負っているということですね。大変勉強になりました、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回も大西さんに登場していただきたいと思っておりますが、よろしいでしょうか。もちろんです、はい、よろしくお願いします。ちょっとお話がね盛り上がりすぎちゃったので、はい、ちょっとまさかの、3編にわたって前編中編後編ということで、次回後編をお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。